次に国国重重徹徹君おはようございますす公明党の国徹です本日は何かとご対応の中にもかかりませず、4名の参考人の皆様に党委員会までお越しいただき、それぞれの希少なご意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。 先生方がおっしゃるとおりです、ね、自由で開かれた経済活動、技術交流の,この促進と、安全保障の面からの規制、このバランスが経済安保を考える上で非常に重要だと私も思っております。この観点で、まず佐山朝橋参考人にお伺いいたします。 私、この参考人質疑に臨むにあたってです、ね、それぞれの先生の論文等も読ませていただきました。佐橋先生は、科学技術は研究交流によって成長して成り立つ分野なんだと、このようにおっしゃっておられます。この点ですね、AI とか自動運転、こういったことをはじめです、ね、他国の方が日本よりもこの進んでいる分野もあります。 今後、日本の競争力を維持、また向上させていく観点からも、日本が他国からこの教わっている部分の足かせにならないようにしていく、こういった仕組みも必要かと思います。安全保障の面からの規制と、外国人の技術者、エンジニア、また留学生の受け入れなど、技術交流のバランスをどう図っていくべきか、先生のご見解をお伺いします。佐参考人 ありがとうござこれは非常に重要な点だと思っておりまして、今後、日本が科学技術の分野で,です、ね、世界の中で活躍していくためにもです、ね、例えば国際共同研究というものにいかに参画できていくかということは非常に重要なわけであります。そして国際共同研究の実態を見ても、そのハブ、中心になっているのは、米、欧だけではなくて、中国も含まれております。 こういった交流を続けていくということは、実は非常に重要なわけです。そのためにはじゃあ何が必要なのかというふうに考えますと、やはりこの、例えば技術に関するですね厳しい規制をすべてにもちろん一律に導入するわけではないわけですけれども、今も、今後もですねそういった厳しい規制というものをですね行うところを、できる限り特定して、そしてそれがあの科学者の立場から見ても、非常に明瞭になっていて。 でその中は確かに機微なんだと、えただ、それ以外のところはあ、まあ、問題がないと、これまでどおりです、ね、研究ができると、基盤研究含めてですね、できると、基礎研究含めてできると、えそういうです、ね、領域を確保していくということが非常に重要になっていくと思います。まあ、あの業界用語ではスモールヤード、ハイフェンスというふうにも言ったりもしますけれども、あのそのように特定の領域、そこにです、ね、高い壁を作ると、そういう発想が重要ではないかと思います国繁君。はい ありがとうございました、えー、続きまして、村山参考人にお伺いしたいと思います。あの本日、お話をお伺いしてです、ね、その中であの先生が先ほど、戦略的まあ不可欠性が大事なんだと、そしてあの戦略的不可欠性を高める上えで、一番重要なのが、先生は重要技術の開発支援だと考えていらっしゃるということでした。でこのの重要技術の開発支援に関してです、ね今日 お配りいただいたこのペーパーの中でも、重要技術の開発支援に関して、丸1から丸4まで、シンクタンクによる重要技術の特定、協議会におけるシー率とニーズのマッチング、経済安保重要技術育成プログラムによる予算措置、4、社会実装の流れの構築が急務なんだということでえおっしゃっておられます。で、これをですね、実現していく、また適切に、 ワークしていくにあたって、とりわけ先生があ留意すべき、大事だと思われている点について、お伺いできればと思います村山参考人、はいあの。極めて重要なポイントでして。あの 中国、アメリカ、たくさんお金持っていて、すごいお金をここに投じているわけですよね、ところが日本の場合はそれだけ投じられないということは、そこで相当知恵を絞らなきゃいけないということなんですよね、だから今までの日本の問題というのは、あの日本の企業にイギリスがありながらも、それをあの社会、国、それから人の安全を守るために使っていなかった、そのメリカニズムはなかったということなんですよね。 だからそこを手当するだけでも相当進歩すると思います、日本にはそこにあの民間にすごいい技術がありますから、それをその社会、安全保障のために使うということなんですよね。それはね、あんまりお金かからないんですよ、基礎研究がいるわけじゃないですから、らだからそのメカニズムをまずあのちゃんとしたこうあの形で整備するということ、そこから始めるということですよね。あのそうすれば、あのそこで成功例が出てくれば、いろんな可能性が広がってくるというふうに考えております西繁君。 ちょっと今日はですね、あの重要技術の開発支援を中心にさせていただきたいと思います。あの私、対政府質疑もさせていただきまして、その中であのサプライチェーンの強靭化、また基幹インフラの信頼性、安全性の確保については、まあ、させていただいてますので、今日は少しあのこの技術の点に中心に質問をさせていただきたいと思います。で、この重要技術の開発支援とその活用についてですね、私はこの技術開発を、 どう,こう社会実装に結びつけていくのか、また、社会実装を、あすいません、技術開発を社会実装に結びつける、このスピード感をいかに上げていくのか、このことも非常に重要だと思っております。この点、鈴木先生もです、ね、この技術開発を社会実装に結びつける重要性について、たびたび述べられております。そこで 鈴木先生、森山先生にお伺いいたします。技術開発と産業政策をどのように結びつけて、社会実装のこのスピード感を。上げていくべきとお考えか、これに関する見解を。それぞれ、まず鈴木先生からお伺いします。鈴木参考人。ありがとうございます。えっ、ー、と。 技術開発と社会実装の間には、いわゆる死の谷と言われる、この大きな問題があります。その問題の一つは、どういうふうにこの技術を展開していくのかということなしに、 まずは新しい技術を作ればいいんだという、この技術開発のための技術開発をしてしまう、こういうことが一点問題としてあると思います。これをなくすためには、まずは社会実装の方から計画をして、どういう技術が必要なのかという研究開発をすることが一点。 それともう一つは、この技術開発をしたんですけれども、コストが高すぎて社会実装ができないというところで、この死の谷が現れるケースがあるんですが、これに関しては、社会実装の方にいかにしてこの補助金なり、いろんな形のインセンティブを与えていくのか、そしてコストを下げていく、その生産様式ですとか、方法を、この研究開発の時点から考えていくということが重要になるんだと思います村山参考人。はい えっとあの今、鈴木参考人が篠の谷というふうに言われましたけどそこなんですね、ポイントは、それをいかにして乗り越えるかと、私はそれを乗り越えるのは、プロジェクトマネージャーの力だと思います。最初からの最後まで見るマネージャーがいて、そこをうまくその研究開発からあの社会で技術移転する、そこにあのプロジェクトマネージャーがこう活躍する場があるわけですね。 そこは残念ながら日本はそういう人材があまりいないし、社会的な地位もないわけです。だからこの,あの今度の育成プログラムでは、ぜひともそのプロジェクトマネージャーの地位をしっかりしていただいて、これは職業として成り立つ、ちゃんとして給料が払われる、そういうところにまで踏み込んでほしいんですよね。だからこの人材育成も含めてそこをやらないと、いつまでたっても市の谷で落ちてしまうということになりますので、その人材をぜひともあの同時に育成しなければならないというふうに私は考えております国重君。 えー、続きましてあの佐橋先生にお伺いいたしますあの先ほどお、村山先生の方も少しお答えいただいた件にも関連すると,と思いますけれどもあの、先端的な重要技術の研究開発を促進するためには、当然のことながら、まあ、資金支援が不可欠になります。この点、経済安全保障重要技術育成プログラムとして、令和3年度補正予算で2500億円が、 計上されまして、将来的には5000億円規模を政府は目指しています。一方で、米中について見るとです、ね、米国、例えば半導体だけを見ても、半導体の生産、研究開発に約6兆円の投資を計画しています。中国は半導体関連技術に5兆円以上の投資をしています。これにとどまらず、米中両国は先端技術の研究開発について、巨額の投資をしています。こののよよううにに資金力に大きなな差がある中でどのような 戦略的視点をもって、経済安保、重要技術育成プログラムの研究開発、こういったものを進めていくべきとお考えか、お伺いします佐々さん考人。ありがとうございます。今、委員がおっしゃったように、他国に比べると、特にアメリカ、中国に比べると、明らかに規模が小さいとは言わざるをえないというふうに思います。 ですので、私がまあ一、研究者として申し上げたいことは、まあ、もっと増やした方がいいんじゃないかということは当然にあると思います。ただ、その上で、今、ご質問があったとおり、どうやって効率的にその大事なです、ね、ものを使っていくのかということになります。そのときにはです、ね、やはり、この参画する研究者、または企業ですね。 しっかりコミュニケーションを取っていく、そして実際にその目利きをするわけですよね、そこが非常に重要になってくるというふうに思います。そして、私は最初のところでも申し上げましたけれども、やっぱりスタートアップのようにです、ね、さまざまな企業がです、ね、その中に参画することが、こういったお金をですね、有限なお金をです、ね、効率的に活用するために不可欠だと思っていまして、そういった仕組みが作られることが望ましいと思います国重君。 ありがとうございます私、冒頭で述べたとおりです、ね、やはりあの自由な経済と安全保障の面からの規制、このバランスをいかに図っていくかということが重要であって、できる限りこの規制というのは、明確なものにして、でそのために、本法案上は基本方針、基本指針、また政省令で定めることになっていますで、それをしっかりとこの審議の中でで,す、ね、できるだけ明らかにするようにしてきたつもりです。で えー、その上で,です、ねえー、この点に関して、えー、先ほど、沢氏先生が、私、今日沢氏先生がどのようなことをお話しされるかというのが全く分からなかったんですけれども、先ほどお,お話しされた際にです、ねえー、重要物資の供給網に関する、えー、調査の報告についてですね、えー、調査報告について、まあ、努力義務として、まあ、罰則を設けない、設けていないです。 会の法案はでこれについて、適切だというふうにおっしゃったと、私は理解しました、この罰則を設けていないことについての、<coughs> 罰則を設けていないことが適切だということについての、この先生がお考えになる理由について、お伺いしたいと、またあの今日また井原先生に質問できてませんでしたので、この点について、この点に関して限ってに、 この点に関しての先生のご見解もお伺いしたいと思います。さあ、参考人、ありがとうございます。私はですね、サプライチェーンに関してあの罰則を持ってですね、まあこの営業秘密を含む可能性があるような情報を企業に要求するということにはまあ好ましくないというふうに考えています。まあ。 アメリカはです、ね、確かに罰則をちらつかせた例はあるんですけれども、行使したことはございませんし、そもそもやはり、そういった非常に機微なものをですね、これはです、ね、やはりあの強制的に出させることにあまり意味があるとは思えません、やはりそこはです、ね、むしろ普段からコミュニケーションを取って、企業が自ら協力してくれるような体制を作ることが重要なのではないのかなというふうに思います。 井原参考人お願いいしまますすうもありがとうございますあの罰則っていう規制は、自由な発想をあの当然ながら妨げるわけです。それは企業の自由な活動を制約するっていうふうなことに聞いてくるわけで、私はやはりあの自主的な自由な議論をあの企業等に。 あのお任せすることが大事ではないかとそれからもう一つはあの研究者技術者の研究現場のその罰則というふうなことを見ると非常に大きなあの研究の制約っていうのが出てくるのであのユニークな研究が生まれにくいというふうに思ってます。あの原則自主的に自 その守っていくような、そういう仕組みを提起する必要があるだろうというふうに思っています以上でございます国君、はい、あの時間がまいりましたので、えー、終わらせていただきますが、今日はあは4名の参考人の先生方に、えー、貴重なご意見、賜りましたこと、重ねて厚く御礼申し上げます。ありがとうございました次に塩川哲学、はい